あの羽田さんのユキグモンパンチが横は、そうですね、はい、それとあとあの鳥柄方向というですか、テンポを取ったりですかね。そうですね、はい、リーチでは桃太郎の方がちょっと長いのかな。そうですかね、ただこれもね、体の動きがいろいろ変わりますんでね。そうですね、かなり考えてモーター配置をしてますからね。なかなかでも他のようにこれ次は大きいですね。残り30秒ですね。残り30秒。